庁からのお知らせです。都内では振り込め詐欺の被害に遭われる方が多いので、今年の6月から騙し方で多かった警察官や弁護士を装って電話をかけてきて、ご主人や息子さんが痴漢をして警察に逮捕されているので示談で解決しようと金銭を要求するもの、息子を装って電話をかけ友達の連帯保証になっていたが、友達がいなくなり自分が返済しなければならなくなったのでお金を貸してほしいと願う。この2つのパターンを再現して聞いていただき、被害の防止を図ってきました。次にさらに新たな本質を設けて、お金の金融機関の調査に繰り返すと郵便や宅配便を利用して流しているといいます。今回これらの被害に遭わないために、最近の手口を紹介します。もしもし。もしもし。あ、渡辺さんのお宅ですね。はい、そうです。あの、私新宿警察の者なんですけど、新宿警察の者なんですけども、あの、はい、ですね、ご主人のことでちょっとお電話を差し上げました。あの、主人どうかいたしましたんでしょうか。まあ、実はあんまりいい話じゃないんですけども、ご主人が今朝ですね、はい、出勤途中の電車の中で痴漢をしましてね。今データに来てる。どういうことなんでしょうか。まあまあ落ち着いてください。まあ、満員電車の中で若い女性のお尻を触ったりね、まあちょっといろいろちょっと悪いことをしまして。本当なんでしょうか。まあ今そこでね、取り調べ中なんですが。そうなんですか。それで被害者の女性もですね、今そこにいて、ちょっと待ってください。まあまあまあ落ち着いてください。まあね、被害者の女性も、まあ、最初はね、絶対訴える逮捕してくださいなんてすごい剣幕だったんですよ。まあそこでね、今ちょっとお話しさせてもらって、今少し落ち着きましてですね、はい、示談に応じてもいいと、はい、まあこういう話になってるんですよ。どうしたらよろしいんでしょうか。まあこのね、女の人が言うには、まあ示談金として200万ぐらい用意してもらえればっていうような話になってるんですよ。そんな大金、まあね、いきなり用意できるかっていうのをまたいろいろあると思うけど、まあ一応ね、こういう示談っていう形にねした方が、本当ならばこれ逮捕して留置所に入れることになるんですよ。ねえ、でも相手の人が今示談の話ね、こうやって切り出してくれたんで、はい、ちょっと奥さんのどうかなと思って聞いてみたんです、はい、それでね、女性が今弁護士さんにね電話して、弁護士の先生も来てもらってるんですよ、はい、まあ詳しいお話もねした方がいいと思うんで、ちょっと弁護士さんに変わりますね。お願いいたします。